ピオキングです。今日もですね、一発マリオとトロールコースやっていきますか。で、今日の一発マリオ、邪魔な雲。これね、ちょっと詳しく見るを見てみるじゃん。雲があってゴールバーがあるだけ。それなのにまだ2人しかクリアしていなくて、なんとクリア率 0.15%。 相当難しいんじゃないかな。これクリア条件はカロンの甲羅を履いたままゴールで、このカロンの甲羅を履いてゴールすればいいだけだとは思うんですけど、このカロンの甲羅履いたらさ、確か跳ねるよね。うわ、しかも10秒以内。速攻カロンの甲羅を履いてすぐ右に行く感じだけど、跳ねるんだよな。ちょっと。うわ、これどうやってやるんだろう。タイミングよく雲の下を通り抜ける感じ。どの辺、この辺、いや。どの辺、うわ、マジむずいよ。この辺で行かないか。あんね、一つ見つけたんだよね。ここの4マス空いてるでしょ。あれが絶対怪しいと思うんだよね。あの4マスさ、こうやって走っていって、ここでカロンの甲羅を入って右からゴールみたいな、下から甲羅を蹴って亀の甲羅に追いつくみたいな、そんな感じじゃないの。これね、めっちゃ難しいんだよね。カロンの甲羅とこのブロックの間っていうのが、おっ、オッケーオッケーオッケー。で、右に走っていく。ほら、ちょっと追いつきそうじゃなかった今。それじゃあ地上から歩いて蹴ってすぐ走る。並走するわこれ。っていうことはよ、もう空中で蹴らなきゃいけないね。空中で蹴ってすぐマリオが走れる状況を作らないといけないって言ったら、もうこの場所しかないんだよね。この場所で蹴って走って追いかけてみよう。なんで一旦ここでカロンの甲羅出しておいて吐く、そんでここで蹴って走る。いけー。結構いい線いってなかった今。もうちょっとこれ早くしてみよう。ブロックの一番上で蹴ってみようか。ここで蹴って右に走る。これでいける。いけ。惜しい。いや、絶対これでいける。マジ見ててね。こっから入って、これでジャンプして右走る。やったやった、おらおら来た。2人目になれました。これめちゃくちゃ難しかったね。はい、それじゃあ次のトロールコースはこのコースじゃないんですよ。このコースのサムネを見て分かる通り、以前にですね、この方のコースをクリアしたんですよ。まあ、サムネがベジータになってるこのコースなんですけど、このコースがですね、めっちゃ面白かったんだよね。で、この方のコースをね、今日探していったら、すごく面白そうなコースありました。じゃじゃん、このコース。何が面白そうとかって。僕も分かんない。で、以前のこの方のトロールコース、コメント欄にリンクは貼っておかないかも。ちょっと探すのめんどくさいんで。それじゃあ早速やっていきましょう。これはキラーに乗るよ、きっと乗る。違うんだって、これは違うんだって、ただのボンミス。次はちゃんと乗りますね。ここはよし、こっちで当てぬー。じゃあこのまま一旦右の方に行ってみよっか。右なんかあるんかな。あ、こっちが正解っていうパターンだね。うーわ、罠だったんだね。いや、わかんないよ。あの石に乗って上に行くパターンもありえるよ。これは何もしないが正解と思います。なんで何もしない。ダメだった。それじゃあここオンオフした方が良かったね。オンオフして次は何もしないのがいいんじゃないのかな。待って、このキノコ追いかけよう。一気アップがただくれるだけか。じゃあオンオフをして右。なんで。C 耐久。うわ、そういうわけでもないね。土管に入れないんだよね。あ、なるほど、ツタが出てくんのね。あらー、オンオフをしてもう一回右に戻ればいい、そういう感じでしょ。そしたらツタが出てくる。ナイス。じゃあこのまま上行きますね。左に渡る。オッケー。そしてこれは右なわけないか。じゃあこのドア入りますね。もう一回オンオフしておかなきゃいけないとか、そんな感じかな。あ、いや違うね、ここでオンオフをしてトゲゾウゲットだね。トゲゾウかぶります。なんで。え、この上トゲゾウ生きてないよね。なんで次やられたんだろうね。じゃあここオンオフして左に避ける感じだね。左に避けます。そして回転ジャンプ、オッケー。そしてここのトゲゾウは取れる。きた。ここはもう一回オンオフをして鍵ゲットでいけるはずだよね。はい、
よし、でもう一回右に渡る。なに、なんで、なんや。てん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 。あ、ここで一旦さ、出しておく。こういう感じでしょ。で、先にブロックを壊しておいて右に行く。これだね、これが正解だね。そしてオンをして、甲羅はかぶったまんま行く。これが正解です、きっと。で、ここでジャンプ。うわ、絶対ここ鉄球が出てくるパターンじゃないの。そして次に進めるみたいな。違うのかな。うわ、どういう感じ。こことりあえず土管入るしかないんで、土管行きますね。うえうえ、よし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 、合ってんじゃない。ほら、合ってるっぽい。合ってた、絶対合ってた。そのまま右に行けばよかったね。あのパックンを倒してすぐ右、そう、こういう感じ。あれ違うじゃん、トゲゾウかぶったらいけないんだね。じゃあここはね、この鍵を取るでしょ。鍵を取って、ここでトゲゾウを捨てていこう。こういう感じでいけるんじゃないのかな。でもこの上にさ、ハテナブロックがあったよね。このハテナが現れてるっていう、何なんでしょう。開けてみます。はっ、あー、そういうこと。待って、キノコは、キノコも取らなきゃいけないんじゃないの。あ、違う、これをかぶっていけない。いい子か。噛みすぎ。今日噛みすぎだね。で、このまま右に行けばいい感じでしょ。こういう感じか。そして上のドアに入る。これで合ってるね。絶対合ってるでしょ。なー、悔しい、ぐっそ。言葉にならねえ。それじゃあこのドア入ったすぐ右、そして中間ポイントが取れる感じだね。今金魚に引っかからなかったな、たまたまで。で、ここはスネークブロックに乗ってすぐ右に行こうか。そっちがいい。ほっ、うまい。待って、ドクロコースターいる。ドクロコースターいるよ。多分ドクロコースターと共に行かないけんパターンでしょ。どこ行くの。やっぱりね、絶対ドクロコースターいると思った。こっからドクロコースターにきっちり乗っていこうか。そう、このドクロコースター、え、待って、ドクロコースターどこ行ってんの。なるほど、そういう風にオンを変えてくれるパターンか。それじゃあ青のドク入って次に進みましょう。そしてここはすぐ右に渡ってファイアーボールを取らないけん、そういう感じでしょ。待って待って、絶対待っている。ここが後で壊していくパターンでしょ。それじゃあこの土管に入ったらしっかりマントだけ取ろう。この辺だったっけ、この辺にマントが来る。そうで、右に走っていく。そういう感じじゃないのかな。いや、そうだよね。こっからマントで壊して右に走って、こう、うまい。なんで。じゃあここはマントで壊すでしょ。そして走ってシャガジャンで飛んでいこう。こう、何がしたいんだ俺は。それじゃあここは回転ジャンプで行くでしょ。そしてここでチビになっていこう。そして右のこの場所を渡れるっていう感じだね。で、ここは足場があるから確かブラパー引っかかんないはず。オッケー。そしてこれはかぶって、いや、かぶる前に投げよっか。投げて赤コインを取る、そういう感じじゃないの。やった、合ってた。結果オーライじゃない。いや、危ねえ。魚に引っかかるとこでした。これはかぶって早く行けって感じでしょ。さあ早く行きます。ほっ、何、大丈夫な。ははだってここ、うわ、下にトゲゾウがあるよ。あれをかぶっていかなきゃいけないっぽいね。トゲゾウちゃんとかぶっていきます。ここ、これをかぶってジャンプ、これで合ってる。そして中間ポイント、ナイス。ありがてえ。で、ここは何もしないでいいね。オンオフは変えていきましょう。この黄色いドカン入っていきます。で、なんか来る、避けるよ。コインか。じゃあこの上のこの四角の枠、なんか出るんでしょ。うわ、なんもないのか。じゃあここは回転ジャンプで上に行って下のブロックを壊します。っていうかね、さっきみんな気づいた、羽のね、隠しブロックがね、飛んでたんですよ。これ気になんない？今右上に多分飛んでると思う。これがなんか、何？うわ、鍵？これなんか後で最重要になってくるやつじゃないの。じゃあこのまんま砲台落ちるでしょ。ドアか。それじゃあここで鍵は手に入れれたんで、ドアに入りますね。上、ここ、よし、これで合ってる。そしてキノコ、あ、で上ボタンでしょ。あ、待って、下に行きそうじゃない、ボメ振ってくるみたいな、そんなパターン。うわ、絶対そうじゃんか。いや、さっきと違うパターンなんじゃないの。ここ下降りてみるで、なんか違うパターン。
ほら、なんかあってそうじゃない、こっち。なんか来る。ちょっと待って、倒せんの。ありがてえ。石ありがてえよ。大って書いてるけど、これはやられんのかな。うわ、死に耐久じゃねえか。鍵を手に入れたらダメっていう感じだったんだね、さっき。でも任して、この死に耐久めっちゃ得意だよ。はい。いや、結構簡単。これは僕いけますよ。あの大砲は何が出るの。なるほど、コインか。じゃあここはもう一発でいきます。はいはい。うまくない、うまく。なんでボブヘが出んの。どこに行ってんのボブヘ。何、あっちに行けってか。やるじゃねえか。でもさっきも言った通り、これ得意だからね。はい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 。むずい。ちょっと待ってね、本気出すよ。ちょ誰、落ち着いて、落ち着け。よし、ゆっくり行こう。はいはい。ほら見て、落ち着いたらこういうの余裕なんだよ。でここで針でやられるみたいな。何度やらせんだ。何回行けばいいんだよ、こっちに。最後、これで最後にしてよ。ほっほっ、ちょっ、落ち着いて落ち着いて、落ち着け。もう嫌だ。もう嫌だ、頼むって。あ、これ正解パターンありえるよ。もしかしたらあの右の土管ゴールなんじゃないかな。最後だけなんかめちゃくちゃうまかったんですけど、この土管はゴール、頼む。なんで。じゃあ鍵手に入れたらダメだね。なんで右上のこの羽のブロックは叩くのやめよう。そんでこのドアに入る感じでしょ。こっちで合ってるんでしょ、そういう感じでしょ。あ、やっぱり黄色の土管入って、これは右だね。魚。それじゃあここは左に追っておいたらいい、そういう感じでしょ。魚見事に避けました。めっちゃビビった今の、上から撃ってくるやつで。ここで回転ジャンプでいい、そういう感じでしょ。よし、でここで下に降りる。そしてここ怪しいんだよな、どうしよう。下から叩こっか、こう。プールじゃねえ、ピー。うわ、上から叩かなきゃいけないんだね。待って、いいこと考えた。ここさ、このトゲゾを取るじゃん、そして持つじゃん。こっからさ、こういう風に。何がしたかったんだろう。上から叩く感じだね。そしてこのピー風船を取る、そして上に渡る感じだね。そしてこのまま右、頼む、いけるでしょ。オッケー、これ下から叩いてみようか。何、うわー、レイル臭いな。多分いるよね。でも取り方が分かんないな。一旦このまんま土管に入って進んでいこう。やっぱダメか。あ、分かった、このトゲベッド取るじゃん、ここで投げて下に出さしておく。そしてPを踏んで、違う、音符ブロック踏んで、このまま渡っていけばあれがかぶれるんだね。結構難しいなこの謎解き。でこの石、この降ってくる石は防げる。うわ、ざまーざまーなすぎ。それじゃあもうそろそろねゴールがあると思うんですよ。これは何もしない、絶対何もしない。バレー。さあ、それじゃあこのドア入ってどうすればいいかまだ分かんないんですよね。気合でいけるはず、どうかして気合でいけるはず。ここ右でしょ、右、おっけ。やった。でここでパープロック、あっ待って、ジャンプ。それじゃあここは右、この場所に追っておいて、あのチョルプが来る前に。なんで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 コインなの。おい。やったぜ、チョロプーが倒した。それじゃあさっきのとこ、チョロプーが来るより早く右に進めっていう感じかな。なんで右にダッシュしていこうか、こういう感じ。オッケー。ざまねえな、チョロプー。ここもうクリアでしょ、早く下に降りよう。なんかまずい気がするよ。うわ、出た。ここ下に行ったらゴールだったんじゃないの。ここは何、死に耐久ですか、それとも中間に戻すやつですか。死に耐久だね、これは絶対に。さあどういう感じでしょう、リズム系だね。じゃあリズム天国だね、これ得意だよ。はい、あ、大丈夫だよ。ビビった、閉じ込められたと思った。じゃあここはもう一回左にタイミングよく、こう、オッケー。でもう一回右上か、ちょっと待ってね、このタイミングで、このタイミング、やった。うわ、なんでバネがんの。いや、次は絶対いけるよ、
ちょっと見ててね。ほい。で、もう一回一発でいきます。ここ。よし。で、もう一回ここで、こうさあ、皆さん、お待ちかねのゴールタイムですね。この土管に入って、この辺で何もしない。それが合ってる。そして、このまんま下に落ちればいい。なんでそれは辛いよ。もう上等じゃねえか。名前誰だったっけ。シエル・ソルジャーさんみたいな感じの人でしょ上等じゃねえか。次こそゴールしてやるよ。こっからこの場所で何もしない。そして下にどこのコースターがある。そうでしょ。あ、ジャンプせないけんのか絶対これでゴールできると思います。皆さんいくらかけますか。僕はジュースかけます安っで、ここで下に降りてジャンプジャンプ、やった。これちょっといい加減にしろねえ、みんなここ、この場所何回見たこっからのゴールします。何回見た。次こそ行く。次こそジャンプ連打すればいいんでしょ。ジャンプジャンプジャンプ、もうジャンプ連打ジャンプ連打、やったここゴール前が鬼畜でしたね。いや、無事ゴールできてよかった。それじゃあご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。